それから、元秘書の高橋昇さん、今、文科の審議会議員やってます。それから、元の政策秘書の山田智彦さん、それから女性の方で、元施設秘書の T さん、こういった方々を、まずは、この委員会に承認として呼んでください。理事会で協議いたしますが、T さんという名前では、いや、後でそれはちゃんと言います。今日はテレビが入ってますので、後では連絡します。まあ、理事会で協議いたします。はい、大臣。大臣、申し上げますが、名誉毀損の前にそういうことを言ったか言わないかということについて、明確に答えてください。はいはい、私はですね、そんなことは断じて言った覚えはありません。したがって、ここはですね、こういう場でございますから、個人の名前とか、あるいはそういうものを出すのは差し替えなきゃいけませんが、ぜひですね、後ほど、長い付き合いですから、友情を持って、それが誰であるのか、教えていただきたいと思います。私は断じてそんなことを言った覚えはありませんし、そんなつもりもありません。平沢君。いずれにしましても、これは承認喚問をぜひ、山岡大臣も OK してくれると思いますので、承認喚問をぜひお願いしたいと思います。次の方。